浮草は、浮草赤浮草族に属する水生植物の一種で、あり、淡水域の水面に生育する。直径30ミリメートルほどの養状体から、多数の根が水中に伸びている。養状体は56脈を持ち、里面は普通紫色を帯びる。秋になると根を持たない9ミンを形成し、水底で越冬することがある。このように秋になると姿を消し、春に、 再び現れることから、ャグサとも呼ばれた。また、鏡草という古名もある。浮草という名は、浮草赤の植物の総称として用いられることもあり、さらに桃園のものも含めて水面に浮かぶ植物の一般名として使われることもある。また、電磁層の異名としても使われることもある。浮草は水面を漂うため、不安定で落ち着かない生き方を浮草に例えて、 表現されることもある。以下では、種としての浮き草について解説する。水面に生育する浮遊植物であり、扁平な養状体と根からなる。養状体は高等卵形。大きさは 30x に8ト、mm、ル普通扁平で膨潤することはなく、手のひら状に伸びる56脈がある。脈に沿って表面に突起が存在することがある。洋状体の表面は緑色。 理面は普通赤紫色を帯びるが緑色のこともある。養状体の理面からは721本の根が束製し水中に伸びている。根の長さは0 5 3トル、根の先端はエ頭。養生状体の基不良側に出荷能があり、そこから新たな養状体を形成して出画状に増殖する。普通に5個の養状体が繋がった軍隊を形成しており、 これが分断することで新たな軍隊ができる。一栄養状態と根1ビット表面と裏面2本での牡蠣は極月だが、開花は非常に稀である。花は花碑をかき、2個のおしべと1個のめしべからなる。めしべの花中は長さ約0.3ミ、mm、リメートル、脂肪は1、2個の肺脂を含む。果実は直径1.5ミ、mm、リメートル、わずかに翼があり、1、2個の種子を含む。 種子は、長さ 0.71mm、12から20本のあばらがある。染色体数は 2n イコール30、32、38、40、50、80。秋になると、時に、新しい養生体がデンプンを貯蔵し、飛行して、9眠芽となる。9眠芽は、直径 12mm、根を描き、アントシアニンを含んで、能力色から赤紫色になる。 休眠目は、推定で越冬し、翌春に浮上して増殖を再開するが、霊中で4年以上生き残ることもある。また、窒素不足や二酸化炭素増加、アブシシン酸などによっても、休眠目が誘導されることが知られている。アブシシン酸処理後2週間で、デンプンガ有量は、乾燥重量の60%以上に達する。二永九民目をつけた、養状態の表裏2ビット。 九民目、西子九民目をつけた、養状態の顕微鏡像浮草については全ゲノムの延期配列が報告されている。ゲノム長は158メガバイトほどであり、浮草赤の種で調べられた中では、最も小さい。三、水面を覆う浮草半世界種であり、北米、南米北西部、アフリカ、ユーラシア、東南アジア、オーストラリアから報告されている。 日本でも普通に見られ、北海道から琉球まで生育している。池や水田、水路などの淡水域に生息し、しばしば水面を覆う。水流があると流されてしまうため、水流のない、または、ほとんどないところに生育する。成長が早いこと、水と直接接していること、ゲノムサイズが小さいことから、バイオ燃料、バイオレメディエーション。 炭素回収などの目的とした研究が行われている。発汗作用や利尿作用があり、生薬とされることがある。浮草は夏の季語であり、関連する季語として、浮草の花や、コンムソブシャグサなどがある。浮草を読んだ俳句として、以下のようなものがある。浮草の鍋の中にも先に、蹴り、一切万両に、池の浮草みな動く、巨死兵を岸につなぐやちの糸。 地与女浮草の我がカバネを経不べく、高女浮草族の養状体は普通10本程度の根を持つが、姫浮草族は浮草よりも根が少なく、養状体はやや細長く37脈を持つ。青浮草族の根は1本のみであり、未人工浮草族は根を描く。なお、浮草という名前がつく、ボタン浮草は浮草と同じ、里芋科に属するが、 その中では禁煙ではない。また、赤浮草や大赤浮草は、種子植物ではなく、シダ植物に属する。ありがとうございます。